まりました、ブリトチャンネル。ハロー、フックです。アゴインガアタッカローショウちゃん。今日は漫画喫茶を貸し切ってます。イエーイ。ある企画をやりたいと思います。クイズの答え、漫画の中から探して早く答えろ。漫画喫茶といえばこの棚に漫画があるじゃないですか。ある漫画から問題を出します。その漫画をこの本棚の中から探して、はい、ブースに入ってもらいます。その中でその漫画を読んでクイズの答えを探してもらいます。はい、クイズの問題はかなり難しいんで、漫画を読んで答えることが多分できない問題になってます。で、問題は全部で5問、1つの漫画につき1問出します。あそこに俺が立ってるんで、そこに来て答えてください。間違って不正解になった人はブースに戻ってもう一回漫画を読んで答えを探してください。正解した方には順位で1位の人には3ポイント、うん、2位の人には2ポイント、1位の人には1ポイント、うん、合計ポイントを競ってもらいます。1位になった人には好きな漫画全巻プレゼントします。漫画探してクイズに答えろ、行ってみよう。問題を全部言い切ってから探し始めてくださいね。勝つ、俺勝つ。勝つ。それでは問題です。ワンピース第95巻で、ワノ国で年に一度行われる宴は何という名前でしょうか。ワンピースね。ワンピースね。78はありました。95巻わかんないな。一番近いブースを。95でしょ。95はないです。あった95。ワンピースめっちゃ見てるから。最近ワンピース全然わかんないんだよな。一つもわかんない。も最近ワンピース自体は。うわー、これどこのこと言ってんだこれ。なんとなく絵の感じでも判断するしかないな。確かに一から読んでる場合じゃないかもしれない。最低は、えっ、うそ、えここでいいよ、ここでいいよ。絶対これだと思ったのに。なんてあったか。あったぞ、あったぞ、あったぞ、これこれこれ。ちょっと、トンネルの高さね。はい、絶対行く。
2m。よく見つけてる。絶対無理だこれ。あと3本巻き返そう。よし、結構だから結構僅差だよね、まだね。しれっと漫画本を取ってってもいいの？もちろんです。あったとか言わないで。もちろんですよ。なるほど、なるほど。アクションのレバーランドの第1巻でコニーの持っている人形の名前は何という名前でしょう？おお、なるほどね。あ、あ、おお、あ、あ、マジないっすよ。やっぱね、ここって待って、見つかったよ。なんだよ。これは見ないわ。これはダメよ。勝者のね。もうずるいよ。ずるくない？性格が出るよ。ずるくない？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 寂しい。それに気づいた瞬間のずるよ。何、何、何、何起きたのって。知ってるアニメ来てほしいわ。うん、漫画。それでは第4問目いきます。進撃の巨人出ました。第30巻で最新始祖ユミルは何を逃した罪を着せられたでしょうか？うわ、ちょっとわかんないな。30巻見てないもの。早い、早かった、早かった。うわ、まずユミルって何？罪を逃した。もうわかんない。来ました。残念。むずい、これむずい。進撃のね、その30巻は結構ね、流れがあるんで、前の巻というか。すごいよね、なんか文字もすごい多いし。あ、これか。はい。残念。いや、書いてありますよ、ちゃんと。うわ、無理だわこれ。じゃあ、じゃあ、ちゃんと出てきてる？文字出てきてます、はっきりと。わかった。正解。よっしゃー、やったー。面白くなってきました。やった、面白くなってきました。いや、書いてあったでしょ。書いてありました、はい、でもむずい。むずい。ちょっとちょっとわかんない、待ってね。後半ですよ。中盤ちょい先ぐらいだったかな。そうです。うーわ、なんとなく。すげえよ。なんで君はそういう答えになっちゃうんだい。じゃあ漫画好きだから見るのがうまいのかね、こうバーっと。あー、もしかしたら読み慣れてるというかね。まあここかなみたいなのは大体目星をつけて。お、え、残念。三つ前に、三つ前にお団子さんが言ってました。どう、ヒント。第122話に載ってます。122話ってもう終わりの方じゃん。うわ、騙された。騙された。ええ、正解。俺それ言われたけど、ちゃんとそこずっと探してたもん。ずっと俺そこ探してたのに、真ん中よりちょい先ぐらいでっていうから、そこに戻してずっと読んでた。正解は豚でーす。それということで、翔ちゃん1位、サスケ2位、お団子3位ということで。やばい。でも1位は翔ちゃんがサスケの戦いになりました。それではラスト問題いってみましょう。最終問題、名探偵コナンの出ました。第97巻、教会の建物の中のお風呂場の隣の部屋は何の部屋？
残ってないから分かんなくなったよ。待って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 、サスケとショウちゃん先に答えた方が1位です。そのサスケは今まだここにいます。どこ本え、どこ、全然全然待たせください、もう待たせください。答え聞かせてもらいましょうか。ちょっと待って待って待って、あった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 、意味ないけど正解。お団子さんクリアしました。もうさあ、としょうちゃんとさすけ見つかんない、たった今戻りました。もう一巻しか残ってないからさ。ないよね。一巻ってなるともう、もう見つかる。